パーチャマでございます。やってきました、大人の街西麻布赤のれん、豚骨ラーメンで有名なお店になります。タモリさんも来るとか来ないとか。今日のラーメンはこんな感じで、あー美味しそう。汗かいた煮卵に岩のり、チャーシューはこんなに5枚、分厚いの、そしてメンマちょっと薄い味色の、そしてネギとなっております。美味しそうですね。煮卵ちょっとどけてもらってスープいただいちゃいましょう。この豚骨のクリーミーさ、口の中でくせえくせえ、うまい。そして麺も細麺、この高田の麺の細麺がいいんだ。これによく絡んで、あっあっあっ、まあ長いなおい、長いなおい。口の中でプチ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 と切れていきます。あー美味しい、小麦の香りが最高。スープを口に含まして、豪華作品の白飯パック。チャーシューは少し小ぶりですが、しっかりと赤身の美味しさが効いている。噛むたびに肉のお味が、あー美味しい。どんな表情が出るか、たけしの真似。合格サインの白飯は明太子ご飯でした。美味しそう、目覚めた。どういうことね、え白ご飯じゃなくて明太子ご飯、海苔に明太子つぶつぶで、あー美味しそうだな、これは幸せだろうな。岩海苔もパクッと食べちゃっていっそ、そしてその岩海苔を麺に絡めて贅沢にパクパクパク、あーこれ以上の幸せはねー。スープ、もちろんこの組み合わせも白飯パクに海苔付きでバーン。もうこれがうまいんだから二重でうまいっていうことになっちゃうな。かっか、すすっていきます、すすっていきます、豪快に麺とスープのローテーション、美味しいんだな。でっかいチャーシューも隠れてた。スープの熱で脂身がトロトロになってます。それをみんなに見せつけてからの、なんだ挑発してんのかこいつ。麺と合わせて一口でドーン。あーはははは、うわー、この表情になっちゃうんだろうな。感想言え、感想言えよ、なんか喋れ喋れよ。何も言わねえんだ。岩のりと麺コンビネーションが素晴らしい。どこ食ってもいろんな味がして、それぞれの個性おいしい。幸せだろうな、この表情にもなるわ。あー、そして最後の締めがね、明太子ご飯、はあ、もうエクスタシー、脳汁ブシャ出てますね、この顔は。で、チャーシューを、チャーシューと、なんだなんだ、丼とご飯のポジションチェンジして、チャーシューを汁を浸してどうすんの。ちょっとちょっと、それは禁断の明太子白飯チャーシューのコラボレーション。 M フローみたいな感じかな。うますぎてちょっと引いてる。麺の速度がちょっと速いですね。いつもより多めの麺をすすっていきます。細麺だからどんどん吸い込まれる。喉越し、そしてプツプツとした食感が最高なんだろうな。あららら、麺がなくなっちゃってんのにスープとご飯が。まさか、これが伝統の替え玉、固めでお願いします。替え玉を待っている間にスープの味変をですね、コンディションを整えていくと。ごまを振って、これだよね、やっぱ紅生姜で替え玉きました。固め、落ちない。あー、しっかりだね、落ちないってことは湯切りがしっかりされてるってことで、スープの味が変わらないよと、合格サインの証拠なんですな。でもスープと絡ませて絡ませて、これでもか、岩のりまみれのチャーシュー、ご飯、ああもう
こぼれかけてんのバキュームのように吸い込んでいくな、こいつ。二重丸ということかな。めーん、違う、煮卵忘れてたじゃないの、煮卵。あー、豪快にしっかりね、熱が、火が通ったら、なんだ煮卵に、お墓参りみたいにしてる。まあ、白目向いちゃって、あ、目覚まして、我に帰って、明太子ご飯合格サイン、寝ちゃった。あー、美味しすぎて幸せなんだろうな。ずずずず、水で口の中を整えて、チャーシュー、麺、吸い込んでいくバキューム。あー、美味しそうな幸せな顔。紅生姜をこんなにも、紅生姜と麺が口の中で、しっかりと口の中で味わってますな、ご飯。うん、なんかジジイみたいな顔になってる。今なんだ、なんか入れたぞ。スローで見てみましょう。海苔だー。その海苔を、まあ、ご定番のあれですな、ご飯に巻いて、なんだ、いいよ、なんかいいよ。おい、もったいぶっちゃって、これはもう憎たらしいね。岩海苔と麺がどんな口の中で、何なんだそれ。あ、チャーシューなんだ。岩海苔と紅生姜で何なのか分かんなかったけど、チャーシューでしたね、今のね。パク。もう最後の方なんでしょうかね。こそいでこそいで、一粒残らず、あ、かき込んでいく。おーに、周り警戒しながらかき込んでいく。最後の一粒まで絶対お前らには渡さねえぞというデブの根性を見させていただきました。あー、スープの一滴まで、豚骨のね、ちょっとザラザラとした感じもありつつ、岩海苔、紅生姜のうまい部分が全部染み込んだ最後の一滴まで、あー、残さずいきました。このデブちゃん、かわいい。口拭いて、はぁーと、食い切ったぞと、水飲んで、あー、美味しかった、ごちそうさまでした。今日も代わりに太ってくれてありがとう。ボールは転がってゆく、僕らの思いを乗せて、たくさんミスをしたっていいんだよ。ほら、心は燃えて